ホーム降りてきました。なかなかねおしゃれじゃないですか。あのちょっとねここあの駅ごとにねマークがあるんですよね。ね、ずっとあるでしょ。なかなかいいなと思いますこれね。で博多からレーダーを投げるとね多分この辺が取れると思うんですね。で根井の浜からレーダーを投げるとおそらくこの辺が取れると思います。でこの辺でレーダーを投げるとなんかねこの辺とかこの辺が取れました。この辺この辺で結局ねこの辺がね取れずに残ってるんで、まあこの梅林あたりまでは行って、引き返してこようかなと思います。さあ、さっきあのちょっと電車映ってましたけど、あのシルバーのアルミ電車じゃないんですね。どんな電車が来るかちょっと楽しみです。一応乗り換え案内ということで、天神南から天神までの乗り換えは120分以内2時間って結構余裕ありますよね。普通なんか60分とか、ね、あるんですけどね。まあ電車の本数は結構多いんで、まああまり時刻気にする必要はないかもしれませんね。さあ電車来ましたよ。おおしゃれ。ちょっと小さい電車なのかな。それではね、梅林ではなく梅林まで行きます。本日は福岡市営地下鉄をご利用いただき、お待たせしました。止め出しになります。お待たせしました。2番乗り場から橋本行き電車が発車します。扉にご注意ください。梅林駅到着です。なかなかおしゃれな電車でしたね。あの乗客がね少なかったんで、中の映像もほんの少しだけ撮ってますけど、
ね、あのサイズちょっと小さいんでね、あの人がね、ようさん乗れるか言うたらそうでもないかもしれないけど、結構あの乗って気持ちいい電車でしたね、うん。さて、ここからはね、折り返しになります。ね、あとね、ここなんですよね。とりあえず、今この梅林なんで、そこから天神未来までは戻ろうと思います。もうすぐ折り返しの電車来ますね。天神南まで帰ってきました。ちょっとね、先頭に乗れたんでちょっとだけね、先頭からの画像撮ったんですけど、ちょっとどれぐらい点撮れてるかちょっとわからないんですけど、非常にカーブが多い地下鉄ですね。ここもうね、先が見えないようなカーブが多かったです。まあそういうこともあって小さい車両にしたりいろいろしてるのかなと思いますね。で、ここからまた徒歩で、天神の駅まで、乗り換えということになります。はい、それではまあ歩いていきましょうか。はい、それではね、天神駅到着です。こちらが改札ね。疲れた。じゃあ降ります。45分。電車です。地下鉄7号線。
は福岡空港行き電車です。JR 線新幹線方面はお乗り換えです。はい、博多到着です。あ、これ JR？ 1番、2番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。ああ、なるほど。JR 直通してるんですか。へえ。金池県にはお世話になりました。なんかあの錆びれた出口から出てきましたね。はい、そしたらですね、地下鉄、まあ、攻略とまではいかなかったんですけども、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。